どうも、オプショントレーダーの熊谷です。今日もチャートとオプションの手口を使って今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。え先週末のニューヨークが非常に堅調で、まあ、日経平均先物も28,340円というところまで行ってたので、まあ、ここからどこまで回復するのかという期待を持って、 で、今日皆さん朝迎えたと思うんですけれども、全場始まってみたらあれよあれよと2万8000割という、まあ本当週明け早々厳しい展開となったなという気がします。そうなってくるとですね、まあやっぱり今日は何よりもニューヨークの指標ですね。まずは週末までのチャートをしっかり見て、で、今どういう状況なのか、特にナスダックがちょっと微妙な位置になってきているので、それも含めてぜひ最後までご覧ください。それでは早速5月18日日経25オプション考察始めていきましょう。 はい。本日のメニューですけれども、本日もチャートはボリンジャーバンドを見ています。それからオプション手口、先物手口と見て、今日の着眼点という形で進めていきます。 はい。今日はまたこちらの方の告知ですえ。新たに誰でも実践できるチャートの見方というような講座動画をシリーズとしてアップしています。え毎日このチャンネルで解説している冷やしチャートの見方について、まあ私の方法すべて公開をしていると。まあ大した量じゃないので、これを見るとすべて分かっちゃうということですね。で、その中でもですね、2回目、3回目特に重要で移動平均線とモメンタムを2回目、3回目ボリンジャーバンドという形でご説明してますので、まあぜひこちらの方の 動画も見ていただければと思います概要欄の方にですねこちらの再生リストの方リンク貼っておきますのでぜひお時間ある時にチェックしてみてくださいはいそれでは5月17日の相場概況ですね本日日経平均は蓋を開けてみれば結局259円安と いうことで、まあ、高値からは本当に500円以上落ちてきたので、もうなんとなく感覚的には今日も500円安みたいな感じですけれども、27,824円、マイナス0.92%でした。トピックスの方は、まあ、かなり踏ん張っていて、1,878.86、マイナス4.56の、マイナス0.24%ということになっています。そして深刻なのがマザーズ、1,042.82、マイナス41.72の、マイナス3.85%と、まあ、連日 2%2% で下げていて、 ちょっと戻して今日4%近い下げですからね、まあ、かなり厳しい状況になってきたと思います。売買代金は東証一部2兆4591億円ということで、まあまあ普通の2兆円超えという感じですね。マザーズの方も1724億円という形で、まあ、だいぶ売買代金としては戻ってきたかなという感じ。ッ i x と日経平均 VI ですけれども、こちらッ i x の方はですね、ちょっとまだあの今日調べたのが早い時間帯だったので、20.30ということですけど、まあ、これはちょっと軽く見ておいて いただければと思います。そして、日経平均 vi の方がまた今日259円下げてしまったので、2.11上昇して26.20という形で25を超えてきたという状況になっています。はい、それではここからは日経平均日足のチャートを見ていきたいと思います。けれども、もんんとですね。まあ、金曜日ですね。 一旦戻したのでここからどこまで戻すのかというところでまず一つ心配しないといけないのはやはりリターンムーブという形でちょっと。 と戻して、その後また戻り売りを食らうという、まあ、もう下落トレンドの時は、ちょっと戻って安堵したところでまた叩かれるという動きが起こりやすくて、じゃあどこで起こるのかなというと、この2月あ3月の下旬につけた75日で止まったところですね、だいたいここがまあその直前ですね、3月の7日につけた、このドーンと下ひげいって戻ったところとか、それから4月の。 えっと20日頃ですかね、また一旦この1200円下げたところと、いずれもですね2万8379円というこの下値付近なんですよね、なので、今度はここがレジスタンスですね、上値抵抗になる可能性が高いので、ここを抜ければ安心なんだけどっていう話を金曜日してたんですけれども、残念ながら、ですね今日そこまで到達する前に、寄りからもう完全に寄り点で、その後ズドーンと下げたと。 いうところで、まあ、まあ形としては結局、この紫近辺ですよね、2万8370円、350円、まあ、この辺のラインで、まあ、きっちり上値を抑えられて、その後一気に下落したということで、まあ、そこから500円ぐらい下落してるわけですよね。なので、まあ、残念ながら現時点では今、リターンムーブの動き、まあ、かなり急ですけどね、もう金曜日上げた上昇幅、ほとんど吐き出してしまって。 で、まあ、ここまで27、824円というところまで下落をしているという形になります。そして、5日移動平均線がこれで280、2 2円と急降下してきているので、まあ、明日はですね。28000円をま回復すれば、ギリギリまず5日移動平均線の上に出ることができますからまあ、まずはそこですね。 でその後このやっぱり2万8379円といった、この直近のレジスタンスを抜けていけるかどうか、で明日もですね、これ、ずるっと、まあ今日これを取ってるナイトの段階で、また2万7600円ぐらいまでずるっと下がってますから、まあ、ちょっとそれを考えると、なかなか厳しい展開になってきたなと。 まあそうするとまた一旦この一番下直近の下値ですね、27,500円割れのところをもう一回見に行く可能性が非常に高い、もう今日ここまで下げたので、明日もう2、300円下げたらま、またここまで行っちゃうってことですから、まずは明日はですね、この27,400円ぐらいの直近の安値を割り込まずに耐えられるかどうか、そして5日移動平均線である2万8,000円を上に抜けられるかどうか、まずここが重要になってくるかなと思います。 はい次にボリンジャーバンドですね。ボリンジャーバンド、今日も大きく動いたので、当然ボリンジャーバンドを見るんですが、まあ、どん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 下方向にバンドは広がってきたと。で、なんとか金曜日ですね、このマイナス2シグマの上で終えれたので、こっから少し、まあ、本当にこのマイナス1とマイナス2の間で推移するだけでも、だいぶムードは違ったんですけれど、まあ、今日はそこからズドンと下げて、結局マイナス2シグマも割れてると。えー、マイナス2シグマが27,876円で、277876円。 18 24円ですからまあ下ひげつけてだいぶ戻したのでまあ良かったよねって話ではあるんですが、まあ、先ほどお話ししたように今ナイトセッションの先物ベースではマイナス2シグマをまた割れて下に動こうとしているというところなので、まあ、やっぱりちょっとこのマイナス3シグマ というところに向けての動きですねちなみにマイナス3シグマは今は2 7259円まあもう明日は2 7100円ぐらいまで一気に下落してこの辺まで下落してくるので、まあ、そう考えるとマイナス3シグマまでまたもう一回見に行く可能性が出てきているので、まあ、やはりボリンジャーバンドからも引き続き要注意ということですねもうプラス3シグマは今以外全部下向きになってきてますから、まあ、かなりまた下への圧力が強くなってきてるよということですね はい、ではここからはオプションの手口見ていきたいと思います。まずは海外勢合算ということで、まあ、今日月曜日でしたから、6月切り初めて jpx で開示をされています。で、その幅が27、875。 というところから2万8375というこの5つのエリアが開示をされているということで、まず、プットの方を見ていきますと、やはり ATM よりちょっと上という形になってますけれども、今日下落したので、ATM がまた下にスライドしてるんですが、ATM 近辺ですね、やはりプット買いが非常に積まれていると。ただ、この2万8000円が結構鍵になっていて、プットの方は876枚海外勢は 売り残として計上されていますということですねただまあその前後はプット買いが入っているということなのでまあ、やっぱりちょっとこの28,250円 近辺のところはプット買いが少し優勢ななのかなという感じですね。で、一方で、まずコールの方の出来高じゃなくて残高を見ておくと、ここはですね、やはり2万8000円なんですけど、この2万8000円のコールに964枚の買いなんですね。だから2万8000円も上だっていうところで、まあ、かなり海外勢、ここは買いが積まれてるということになってます。で、今日76枚、さらに買いのせで1000枚超えてきたので赤くなってきていると。まあ、今のゲラックスオーバーと今日の力のない動きを見てると、 もうなんか2万8000円を超えることは無理なんじゃなかろうかというぐらい弱さを感じてるんですが海外勢の、まあ、現状6月切りの現時点での残高を見るとそうでもない感じですよね2万8000円よりも上っていうところに少なくともこの 残高964プラス今日76六というのはもうほぼほぼ正確な数字ですから現時点で1040枚の買いがあることは確かなんですよねでしかもプットは830枚の売りここも確かなんですよね残高で開示されてますからつまり28000っていうところに関しては強いプット売り28000円よりも下がらないそして28000よりも上がるっていうコール買いですから28000円で見た場合には、まあ、かなり、えっと、1000枚単位のブルー 新生っていう形ですよね、はい、なのでここだけ見るとな2万8000円に比較的ちょっと強めの壁を入れてきてるなぁなんていう気もするんですがただその下結構プット買いが入っていたりとかまあ今日はやっぱり198枚プットの2万7500っていうところが。 まあ、買い乗せされたりはしてきているので、まあ、一旦今2万8000円割れてますから、まあ、そういう意味ではあまりここ、S q の時には、まあ、戻してくるかもねっていうポジションかもしれないんですけれども、直近は今割ってるので、まあ、そうするとこの辺のプットの残高ですね、残念ながら今日、開示されてないので、全くわからないので、まあ、今日ここ198枚買われたと言ってもですね、残高がどれぐらいかわからないので、まあ、なんとも言えないんですが、まあ、今週ですね、この2万7500円とか2万7000円ぐらいのプット、このあたりに、 まあ、トレードとしてですね、開局が積まれてくるような動きになると、まあ、ちょっとまだ下はあるなっていう方を見ないといけないので、まあ、引き続き今週はプットの方がやはり注目になるかなと思っています。はい、次にゴールドマンですけれども、ゴールドマンは今日、まあ、結構ですね、プット買いを入れてきてるんですね。コールはほとんど枚数が出ていない。そして、えっと、JPX に開示されたところを見ると,、えっと、プット買いのコール売りになってるんで、下ですね。 なので、ゴールドマンは2万8000円のところで、先ほどの海外税とは逆の、えっ、ー、と、振り下ろしですから、ベアシンセですね。プット買いのコール売りという形で2万8000円積んできたと。まあ、枚数はそんな多くないですけれど、つまり2万8000円よりも上にはいかないよ、2万8000円よりも下だよっていうポジション。 にまずはこう見えるところでは組んでいて、さらに今日二2万7500っていうちょっと下のところのプット買い、まだまだこれめちゃめちゃプレミアム高いんですけれど、ここを300枚買ってきてますと、さらに2万7000円も100枚買ってきてますということで、ちょっとゴールドマンは6月切りに関しては、現状の2あ8000円よりも下という形で、ちょっと入れてきたかな、そんな感じですね。 はい次にアムロです。アムロ、また6月切りも恐ろしいことになってきたぞという形で、もう一目瞭然ですね、めちゃくちゃプットを売り入れてきましたというところで、まず残高見ておくと、えプットの2万8000円に2090枚の売りがありました。で、まあ、その上ですね、2万8250と2万8375のプットで、まあ、たい560枚ぐらいですかね、プット買いが入っていると。 まあ、さらにこの辺ももしかしたらプットがあったのかもしれないですけれど、まあ、ちょっと2万8000円よりも上のところはプット買いをしているんですけれど、2万8000円に2000枚、そして今日203枚、さらに売り乗せをしてきていて、2293枚の売りと、つまり2万8000円も下がらないぞという、まあ、大きな2200枚の売り壁を乗って 乗せてきたとさらにさらに今日二2万7500のプットを1300枚売ってきてるんですね、先週まで178枚、まあ、残高はここは出てないんですけれど、えー、先週178枚売ってたのと合わせると、まあ、1500枚近い売りをさらに500円下の2万7500にも入れてきてると。 そして、そして、また 27, 2, 2万7250に270枚の売り、2万7000円のプット646枚の売りと、特に2万7000円もこれ646枚売ってきてるんですね。なので、まあ、いきなり超絶プット売りを入れてきてると、まあ、こんだけまた株価下がってきてる中で、まあ、強気の売りを6月切りに関しても引き続き入れてきたと。で今日日中ですね、 開示されているエリアでのアムロのデルタってプラス764なので、まあ大きく上昇手口なんですよね。デルタを思いっきりプラスに振ってますから。で、なぜかっていうと、まあ思いっきりプットを売ってるからということと、ATM のコールはちょっと売り決済したんですけど、その上ですね、28,250から28,500ぐらいのコール買いも入れてきたと。フット売りのコール買い、つまり上の上っていう形に入れてきてるんで、デルタも764のプラスっていう形で大きく出てるということになります。 つまり今の2万7750とか2万8000ぐらいの ATM というところから見た場合アムロは強烈にまた上目線のポジションを組んできたと。 ただ、コールの2万9000円というところは、先週1283枚売ってきてるので、2万9000円よりも上はまだ厳しいかなといったようなポジションに見えると。なので、2万8000円以上、2万9000円以下っていうところで、2万8000円はもう割らないだろう、6月の S 級では、みたいな形で現状ポジションを組んでるということになります。 はい、最後は先物です。今日日経平均はマイナス0.92%、トピックスはマイナス0.24%だったんですけれども、エラージプラスミニの日経平均型先物は、 1486枚の買い越しということで、えっと、今日1%近く日経平均は下げたんですけど、先物は買われましたよと。つまり、まあ、現物って先物買ってるというトレードも多分に含まれると思います。で、一方、トピックスの方は1817枚の逆にこれは売り越しです。なので合算すると300枚の、まあ、やや売りという形になってます。ただ、個別で見た場合ですね、まあ、ほとんど4桁 売買してきてるところがなくて、今日はアムロもゴールドマンも、それから JP モルガンもおとなしいんですね。そしてクレディ・スイスもおとなしいというところですから、まあ、特に個別で、まあ、何かっていうようなこう大きな動きには見えない、まあ、そんな感じの一日だったと思います。なので、先物今日は軽くこれでスルーをしたいと思います。 はははいそれででここからは今日の着眼点ですね冒頭にお話をしたように、まあ、日本市場の戻りが弱い中で、まあ、やっぱりもうニューヨーク頼みとでもうニューヨークが崩れたらもう本当に日本戻りがなかったですからねほとんどリターンブームの動きがないまま今日崩れてますから、まあ、その意味でもしっかりと 金曜日の時点です。あと、ニューヨークダウンの CFD という形で、これを収録している最新の値を見たいと思います。まあ、この動画公開された頃にはですね、もうニューヨークダウンの現物が開いてると思うんですけれども、まあ、現状これ撮ってるのが20時半とか21時とかいうタイミングなので CFD で見ています。で、S&P500 とナスダックですけれども、特にナスダックがちょっと瀬戸際だよというところを確認していきたいと思います。 はい。まずニューヨークダウンの CFD ですね。今日の5月17日の21時現在という形なんですが、うん、やっぱり週末に向けてぐっと戻してですね、25日移動平均線を 奪還してですね5日移動平均線がずっと下がってきてこれもデッドクロスしてるんですがただ株価自体はですね先週金曜日の段階でぐんと戻したのでまたですねこの上昇トレンドの中に戻っていけるのかなという期待があったんですが今日、まあ、日経平均が崩れたのは、まあ、日本だけじゃなくて、まあ、やっぱり、えっと、世界全体で南朝になったからということで ダウの上、えっと、時間外、CFD もやっぱり下げてるんですね。なので、えっと、ここがまあもうしばらくこう下がってきて、25日移動平均線を割り込むと、やっぱりちょっと厳しいかなと。ただ、まだ25日移動平均線、これ、上昇なんですね、緩やかに。なので、まだ崩れてないと。ニューヨークダウはまだ崩れず,崩れずに踏ん張ってると。 いう形なので、なんとかこの25日移動平均線で反発してほしいなと。で、モメンタムはただやっぱり切り下げてますね。で、ゼロラインまで来てますから、やはり25日移動平均線割るような動きになると、モメンタムもゼロライン割り込むので、まあ、そうなってくると、ニューヨークダウンも力尽きるというか、またこの50日移動平均線ですね、前回の下げ,で下げ止まったこの50日までまた一回見に行くという危険が出てきてるので、まあ、なんとかここで踏ん張れるかどうか。で、ボリンジャーバンドを見ると、まあ、ただですね、25日移動平均 平均線のこのミドルラインがずっと上昇してきているので、バンド自体はほぼ全部のバンドがまだ上向いてるんですね。なので、まあ、そういう意味では、一旦ドーンとしたいという時にちょっと危機感がありましたけど、戻してきて、ゼロラインよりも上で推移しているので、まだ、まだなんとか踏ん張っている。ただ、プラス1シグマを今日のナイトというか、ですね、えっと、時間外の時点でもうこれ、割り込んできていると。 ということなので、まあ、現物の時間帯になったときに、ここをやっぱり戻していけるかどうかですね。これ、ずるずるとまた 25MA、0ラインを割ってくるような動きになると、やはり危険というのが、ボリンジャーバンドからもわかります。で、次に S&P500 ですね。こちらは、やはりニューヨークダウよりも一段形が悪くって、ギリギリ、金曜日、週末のところで、この25日移動平均線をなんとか回復したと。 ニューヨークダウンはです、ねまあ、ずっとこう下がってきていて、高いところにまだあって、踏ん張ってるんですけれども、う5日移動平均線が早い段階でデッドクロスをして、ただ、週末、ぐんと上昇したことで、5日移動平均線も25日移動平均線も奪還して、モメンタも,もゼロラインまで近づいていたというところなので、やはりですね、今日、 ナイトでこの25日移動平均線の上で推移できればというところなんですけれどやはり同じく時間外ではこれ弱くって25日をちょっとまた割り込んできているのでそうなると結局25日移動平均線で上値を抑えられたねっていうことになっちゃうのでやはり少し今日上昇できるかできないかで大きな意味を持ってくるかなと。 いう形ですです問題はこれナスダックなんですねえなんですけれど、まあ、ここですね3ゾーンのような形になってリターンムーブになって戻してまた上昇してきたというところでまずこれ重要なのは。 この水平線を引いているところですね、まず大きなところでいくとダブルトップになってきていると、まあ、これ、冷やしベースですけど、で、この1万4177、まあ、1万4200ぐらいのところで天井をつけて、2回はたかれて、また大きな下落になってきていると。で、今までずっとナスダックって、この100日移動平均線ですね、このピンクで引いているのが 100MA というところで、ここもそうですし、ここもそうですしというところで、で一旦ここも止まったんですよね。という形でずっと とこの100日でサポートされてたんですけれども前回ここを割ってしまったとで戻したんですけどその後またズドンと下げて。 ここで終わっているので、もう明確に100日っていう、今までずっと耐えていた、まあ、どんなに下がっても100日で踏みとどまっていたっていうところを割り込んだ後ですね、昨日大きく上昇したんですけれど、形としては100日移動平均線でピタッと止まっているということで,で、今日ここから下げていくことになれば、もう完全にリターンムーブの形なんですよね。なので今日 がですね上昇してくれればここにパラボリックがあるんでもうすぐに今度パラボリックも要点してくるという形でここ上昇すれば一気にですね形がまあ良くなってくるというか一旦オーバーシュートしたんだけれどもまたレンジから若干上昇に向けた下値、ね、切り上げのレンジに戻れるみたいなところそしてパラボリックも要点するみたいな、まあ、重要な節目にあるんですけれど、まあ、残念ながら今のところはちょっと下に行きそうな。 動きになってきてるんで、やっぱり今日ですね、このあと明け方に向けて、ぐんと、ぐんと戻してくれれば、ナスダックとしては強いと、で、まだモメンタムとしてはゼロラインまでちょっと距離があるので、やはり一番形は悪いのはナスダックと。 まあかなり一気に下げてきていて、でも戻してきてるんですね。でこれはなぜかというと、まあ、ソックス指数が下げ止まったんですよね。なので、まあ、半導体、ハイテクっていうところに、一、まあ、つようやくちょっと落ち着きを取り戻してきていて、まあ、ちょっとこれ上髭をつけちゃったんで惜しかったんですけれど、こちらもパラボリックが要点仕掛けてます。ただ、ナスダックよりもちょっと悪いのは、100日移動平均線まで。 距離があるんですねナスダックはこの100日まで到達してて上値を叩かれているというか一旦止まってる状態なんですけどソックスはまだ100日まで到達していないのでナスダックよりも上昇というか戻し幅が弱かったという形になりますただまあ一旦は半導体が落ち着いてくれればですねまたグロースの方にちょっと資金が回ってきて今ですねえっと、ガーファーも,もほとんどみんなこの形になってるんですよね なので、まあ、そもそもそのものですね、ソックスとガーファムとナスダックと、まあ、あと S&P もそうなんですけれどやっぱり同じような形をしているので、まあ、個別のところで少し回復してくれば、指数も後からついてくるのかなというところで、ギリギリ期待が持てると、ただし、えっと、繰り返しますけれども、この100日でソックスとかナスダックが跳ね返されて、また下落ということになれば、引き続きハイテクグロースに厳しい流れとなって、日本株、に 経平均としても厳しい形になるんじゃないかなという、まあ、本当に瀬戸際の今形になってます。はいまとめですね。ニューヨークダウだけがギリギリ踏ん張ってます。S&P500 はもうすでに崩れていると見た方がいいです。でナスダックは完全に崩れていて、ただ強い戻しがあったんですけれどもドンピシャ 100MA なのでこれは今のところリターンムーブになってます。なので今日5月17日ナスダックが下落するような動きになるとちょっとかなりピンチかなと。 はいであとは、さっきお話をしたように、ソックスの方がぐっと回復をして、一足先にパラボリック要点となって、上昇に向けて少し弾みをつけてくれると、ハイテクに安心感が出て、ナスダックが踏ん張って、S、S&P500 も戻すという流れになるので、えっと、明日はですね、というか今日ですけれども、ソックス指数の動きも注目したいと思っています。はいといととうことで 今日5月17日のニューヨーク市場崩れると明日の日経平均がちょっと嫌な感じだなという気がしていますはいということでいかがだったでしょうか今日の動画も役に立ったぞというところがあればぜひグッドボタンをそして毎日こんな形でオプション戦略を中心とした日経平均考察をしておりますのでよろしければチャンネル登録の方もぜひお願いいたしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうまたね